英雄伝説シリーズ奇跡シリーズ、英雄伝説シックスクールの奇跡、英雄伝説シックスクールの奇跡は、日本ファルコムが制作、発売したコンピューター RPG。英雄伝説シリーズの第6作、同シリーズ第3期、奇跡シリーズ第1作となる作品で、2004年から2007年にかけて発表された、英雄伝説空の奇跡 FC、英雄伝説空の奇跡 SC、 英雄伝説空の奇跡ザサードの散作からなる。道理機と呼ばれる技術が発達した架空の世界において、エレボニア帝国とカルバード共和国という二つの大国に挟まれたゼムリア大陸の小国、リベール王国を舞台とし、旅の中で遊撃士として成長していくエステルとヨシュアの様子を描いていく物語。エーデンシリーズの 第6作目ではあるが、同シリーズは数作ごとに世界設定を一新しており、第1.2作からなる、第1期、イセルハーサ編、第3.45作からなる、第2期、ガガーブトリロジーとは、世界設定を共有していない。本作より、第3期、奇跡シリーズが始まっており、同シリーズの続編となる、英雄伝説セブンとは、世界設定だけではなく、 基本的なゲームシステムも共有している。本作は物語の前編、後編、後日単に該当する英雄伝説空の奇跡 FC、英雄伝説空の奇跡 SC、英雄伝説空の奇跡ザサードの3作を合わせて、英伝シリーズの第6作目と位置づけられているため、英伝シリーズ通算では6.78作目に当たる。また本作から始まる。 奇跡シリーズ通算では1.23作目の作品となっている。いずれの作品も Windows 向けにオリジナル作品が発表され、その後、PlayStation Portable へと自社移植が行われている。売上本数は空の奇跡シリーズ累計で90万本以上、続編も合わせた奇跡シリーズ全体の累計では190万本を超える。PSP 版。 空の奇跡 FC については2006年9月発売からロングセラーを続けており、2013年12月時点での累計出荷本数は50万本を突破している。本編以外にも本作の世界設定やキャラクターを使った派生ゲーム作品も発売されており、また様々な形でのメディアミックスも行われている。英雄伝説6ク,クールの奇跡のタイトルで、 ウィン向けに2004年6月24日に発売された前編。エーデンシリーズ通算では6作目、奇跡シリーズ通算では1作目となる作品。SC の発売以降はシリーズナンバリングを外し、第1章を意味する FC を追加した英雄伝説空の奇跡 FC へと販売タイトルが変更されている。エーデンシリーズとしては1999年に発売された。 英雄伝説 V 界の折り歌以来4年半ぶりのシリーズ作品となり、シリーズでは初となる 3D フィールドやファルコム作品初となる主題歌が採用された。パッケージイラストはシーナ・ユーが担当。英雄伝説空の奇跡 SC のタイトルでウィン向けに2006年3月9日に発売された後編。エーデンシリーズ通算では7作目。 奇跡シリーズ通算では2作目となる作品。SC は第2章を意味するセカンドチャプターの略。エーデンシリーズ初となる戦闘ボイスを採用し、初回特典として戦闘ボイスと同じ声優を起用したドラマ CD が同梱された。パッケージイラストは前作に引き続きシーナユーが担当した。英雄伝説空の奇跡ザサードのタイトルで、 ウィン向けに2007年6月28日に発売。エーデンシリーズ通算では7作目、奇跡シリーズ通算では3作目となる作品。SC の半年後を描いた後日短であり、また自作、英雄伝説セブンへの布石ともなっている。パッケージイラストの担当者が派遣に変更された。主人公を星配棄師であるケビンに変更し、登場キャラクターたちのその後や過去話などを、 断片的なエピソードとしてまとめると、概念的な作品となっている。初版から、マイクロソフト、Windows Vista に対応した最初のファルコム作品でもあり、シリーズの PC 向け作品としては最終作品でもある。前作、プレイステー p ョンポータブルへと自社移植が行われている。PSP 版、FC はウィン版、SC の後、PSP 版、SC はウィン版。 ザサードよりも後に発売されており、それぞれ先行するウィン版の自作から戦闘ボイスなどの新要素が加えられている。2010年12月16日には3作の廉価版発売と FC ザサードのプレイステーションストアにおけるダウンロード版の配信が行われた。2011年3月3日より FC の無料体験版がダウンロード配信された。改め、 HD エディションとして、前作のプレイステーション3版が発売されたが、移植ではなく PS、PSP 版のプログラムを、エミュレータで PS3 上で動かす PSP リマスターであり、解像度のフル HD 化や、3D テレビでの立体視対応を除けば PSP 版そのままの内容。セーブデータは PSP 版と共用できる。2014年12月25日に、 FC のプレイステーションビータへの移植が発表。2015年6月11日に発売された。英雄伝説空の奇跡 FC エボリューションのタイトルで、例の奇跡エボリューション、壁の奇跡エボリューション同様に、ファルコムとキャラアニが企画、制作を行い、角川ゲームスが発売する。これまでのエボリューション2作同様に、キャラクターの会話をフルボイス化するほか、 楽曲のフルアレンジ、キャラクターの立ち絵などのビジュアルを書き直して、HD 画質に対応、エボリューションを基準にした新しいユーザーインターフェースを採用するなど、全面的なリニューアルが施される。同年12月10日には、同じく SC のフルボイス版となる PSB 多用ソフト、英雄伝説空の奇跡 SC エボリューションが、角川ゲームスより発売。 2016年7月14日には、ザサードのフルボイス版となる PSB 対応ソフト、英雄伝説空の奇跡ザサードエボリューションが、角川ゲームスより発売。本項目では、空の奇跡散策に固有のシステムを中心として記述する。奇跡シリーズ全般に共通するシステムについては、上記、英雄伝説奇跡シリーズ戦闘システムや、 英雄伝説奇跡シリーズ戦闘システムを参照。フィールドやオブジェクト等は 3D で構成され、その上を 2D で描かれたキャラクターが動くスタイルとなる。普段は一定の角度から見下ろすクォータービューであり、一部のマップやイベント時を除き視点を左右に回転させることができる。ゲームクリアに必須となるメインシナリオに並行して、 クリアには必須とならない短いサブシナリオが多数用意されている。行動順を主軸としたターン性のシステムとなっており、AT バトルシステムと名付けられている。奇跡シリーズでは、シルベ力という神秘のエネルギーを使った戦術、オーブメントという機械を使い魔法を発動する。オーブメントのスロット数は、FC では6つだったが、セブンも含めた SC 以降の作品では、 すべて7つとなっている。空の奇跡の料理は、調理と同時にその場で効果が発揮され、アイテムとして所持することはできない大皿料理と、調理後にアイテムとしてストックされる、携帯食料の2種類がある。SC からは携帯料理の一種として、戦闘中に攻撃用アイテムとして用いられる、攻撃食料が追加されている。本作ではレシピを覚えるためには、 対象料理を食べることが原則となっている。攻撃料理は宝箱から出現するレシピのメモ等によってレシピ手帳に記録される。あらすじシルベ力革命により人々の暮らしが飛躍的に豊かになった時代。道理機器と呼ばれる機械仕掛けのユニットから生み出される神秘のエネルギーは飛行船をはじめとする様々な技術に用いられ、 日常生活に欠かせない存在となっていた。同時に、多くの強国は道理機器を用いた兵器の開発に、しのぎを削り大陸は派遣を狙う、国々の思惑で、混迷の様相を見せていた。そんな時代、列強の狭間で誇りある独立を保つ、小国リベールを舞台に、明るく前向きな主人公エステルは、兄弟同然に育ったヨシアと共に、遊撃し、ブレーサーを目指す。 そして、声優劇地となるため、生まれありった故郷の街、ロレントを旅だった。あらすじリベール各地を訪れるエステルたちを待ち受けていたのは、様々な人々との出会い、そして行く先々で起こる不可解な事件。数々の出来事が一本の糸で結ばれた時、リベール王国をめぐる巨大な陰謀が明らかとなる。様々な混乱が立ちはだかるも、多くの人に助けられながらエステルたちは、 リベールを揺るがすクーデターを阻止するのだった。晴れで、声優劇士となったエステルとヨシュア、女王星単祭の活気に湧く王とグランセルを歩きながらエステルは、自分の中にあるヨシュアへの思いをかみしめていた。旅の途中、自分を支え続けてくれたヨシュアは、エステルにとって、これまで以上に、かけがえのない存在となっていた。ながその夜、ヨシュアはエステルに、自分の正体と過去を打ち明ける。 そこで語られる驚愕の事実。出会った時から、君のことが大好きだったよ。さよなら、エステルそう言って、少年は少女の前から姿を消した。少女の手元には少年のハーモニカだけが残されていた。姿を消した少年を探すため、少女は旅立ちを決意するあらすじ浮遊都市、リベルイコールアーク崩壊より、半年後、エレボニア帝国東部の中心都市。 バリアハート。その郊外にある飛行船発着場に、風変わりな一人の青年の姿があった。産業革命をモチーフとしたシルベルク革命によって、社会の仕組みが大きく変わりつつある時代において、ゼムリア大陸西部に位置するリベール王国を舞台としている。本作の舞台。千年以上の歴史を誇る小国で、君主制を敷いているが、貴族制は廃止されている。 現在の国王は、第26代目となる女王、アリシア通ヨゼムリア大陸南部に位置し、北のエレボニア帝国と東のカルバード共和国という二つの大国と国境を接している。小国でありながらも豊富な市長一種源と高いシルベ力機技術、そして女王の巧みな外交によって、両大国とも対等な関係を保っており、 緊張感の高い両大国の間に位置する干渉国として働いている。主なモデルは、第二次世界大戦中に干渉国として働いていた太陽国。地方区分国の中心に位置する巨大な湖、バレリア湖を囲むような形で、グランセル・ロレント・ボース、ルーアン・ツイスと5つの地方に分かれており、地方の境界には石書が設けられている。各地方には古代都市と呼ばれる。 地方名と同名の中心都市があり、これらの市長は、それぞれの地域の市長としての役割も担っている。技術本作では、七葉歴と呼ばれる暦が用いられ、七葉歴1202年頃が舞台となる。FC、SC の主役は共通だが、ザザードでは交代している。主役となっている作品では、プレイヤーの意思でパーティーから外すことはできない。 上記主人公以外のプレイヤーキャラクターを PC としての初参加作品ごとに記載。各作品の最終戦に参加可能なキャラクターのみに限定し、スポット加入のみのキャラクターについては、本節では扱わない。FC より FC よりプレイヤーキャラクターとして操作できる人物。全員が SC、ザ・サードでも PC となっている。SC より SC より pc となる人物。全員がザサードでも pc となっている。PSP 版 SC のみで pc となるキャラクターについてはザサードよりを参照。ザサードよりザサードより pc となる人物。ユリアとミウラーの二人はウィン版ザサードの後に発売された PSP 版 SC においても終盤で pc となる。この他の人物は PSP 版でも ガサードのみ。突起のない限りに、本国内版。日本国外で発売されたものについては、日本国外版にまとめる。Win 版、PSP 版、PS3 版はいずれも、ファルコムによる、自社開発。PSP 版は一部に調整は見られるもののほぼ、忠実な Win 版の移植となっている。また PSP 版前作共通の主な、追加要素として、以下のものがある。 魔獣手帳の追加2周目のクリアデータの引き継ぎ高難易度モードの追加1作目の去りゆく決意はもともと SC の初回特典であったが後にドラマ CD 単品でも発売されている発売はいずれもキャラアよりキャラアニの直販限定で2本をセットにしたパッケージも販売されている英雄伝説空の奇跡のタイトルでケラ新規が執筆ウェブコミック 4番で連載を開始し、同サイトのリニューアル後は、後継サイトとなるウェブコミック月金で連載が継続された。原作となるゲームを大筋でなぞりながら、アレンジも加えられている。単行本は、バンダイビジュアルのエモーションコミックスより発売されている。第6巻での FC 編完結を受けて、2013年10月に、ハネンドロイドプチのティータとドラマ CD を同梱した。 豪華版コミックスも発売された。第6巻の帯には最終巻きと記載されていたが、続編となる英雄伝説空の奇跡 SC がファミ通コミッククリアにて2014年6月20日から連載が開始された。その続編英雄伝説空の奇跡 SC 絆のありかが月刊、ファルコムマガジンでボリューム70より連載した。またエステルを主人公とした 英雄伝説セブンの前日端となるオリジナル漫画作品として英雄伝説霊の奇跡プレストーリーマイナス審判の指輪が同じくケラによって執筆されている。他、霊部の視点で空の奇跡を描く空の奇跡外伝、霊部物語が月刊ファルコムマガジンボリューム1より不定期で連載された。朗読少女ファルコムヒロインズエステルブライト編のタイトルで iPhone iPad 向けアプリケーションが2011年3月31日より配信されている。株式会社、オトバンク開発。キャラクターが小説を朗読してくれるアプリケーション、朗読少女のエステルブライト版で人形の騎士など、英雄伝説シリーズの作中小説をエステルが朗読してくれる。キャストはゲーム等と同じカウダ田明美が担当。 英雄伝説空の奇跡ザアニメーションのタイトルでアニメ化。ファルコム創立30周年記念作品。全2巻シリーズで発売された。発売に先駆けて劇場でのイベント上映も行われた。スタッフ主題歌ウェーブラジオ、ティオのファルコムラジオめんどくさいです。でも頑張ります内のコーナーで本作のラジオドラマが配信されている。ナレーターは銀河万丈が担当し、 今回初めて声が付けられたドルンカップア役クも兼ねる。エステルヨシュアのファルコム空の奇跡ラジオが2015年4月24日から2016年9月30日まで公式サイトとランティスネットラジオで配信された。パーソナリティはエステル役の神田明美とヨシュア役のクの西馬美月。月2回更新で第0回第34回まで全35回配信。 f c エボリューションの発売を禁念し、ティオのファルコムラジオめんどくさいです。でも頑張りますと交代する形で始まった。ファルコムミュージックライブラリーのコーナーは前番組に引き続き言っている。英雄伝説空の奇跡 FC に関するカテゴリー、英雄伝説空の奇跡 SC に関するカテゴリー、英雄伝説空の奇跡 The Third に関するカテゴリー、英雄伝説空の奇跡に関するカテゴリー、 英雄伝説空の奇跡 SC に関するカテゴリ英雄伝説空の奇跡ザアニメーションに関するカテゴリ英雄伝説空の奇跡 FC エボリューションに関するカテゴリ英雄伝説空の奇跡 SC エボリューションに関するカテゴリ英雄伝説空の奇跡ザサードエボリューションに関するカテゴリありがとうございます。